試験船の概要図、ベリム試験センターは、チェコ共和国、中央ボヘミア州コリーン群に所在する鉄道車両の試験施設である。それは、ヨーロッパで使用するために作られた新型鉄道車両の主要なテスト地の一つである、ばかりではなく、1995年3月以来、完全に承認されたヨーロッパの試験センターであり続けている。 車両が連続的に走行できるように設計された2つの大きな楕円形の標準機のテストサーキットから構成されていることがベリム鉄道試験線の最大の特徴である。このセンターはチェコの国有鉄道の運営者であるチェコ鉄道の子会社の鉄道研究所が保有している。これらのサーキットでは車両の性能、騒音レベル、 欧州列車制御システムや GSMR 無線による列車と地上間の通信が正常に行われることの試験と故障や電力計の変更の模擬試験をすることができる。これら二つのサーキットは中央ヨーロッパで使用されている以下のすべての河川電圧を供給できる。なお、1.5km の区間には地下鉄運営者向けの第三機場も設置することができる。 2008年と2009年に車両メーカーであるアルストムはこの試験船で新型車であるギーフの試験を実施した。同じ頃そこではアンサルドブレーダ製の V250 の試験も行われていた。ありがとうございます。